久しぶりにモーリーファンタジーで UFO キャッチャーを下さんに撮った景品を紹介していきます。で、今回撮ったのはタイニーターン寝そべりプレミアムバスタオルダイナマイトバージョンです。の多分2種、これ自体はとりあえず全2種。そうで、多分2種類だと思う。見た感じ、見た感じ。しかもね、なんかちょっとバスタオルだったんだけど、チンパ取り終わるまでなんだっけ、ブランケットだと思ってました。あまりになんかペラそうなんで、ツルツルに見えた。そう、俺とこれの全2種、全2種です。で、 120×80cm です。 60cm です。 60cm じゃあ上げていきます。バスタオルです。バスタオルです。ん、ちょっとハサミお願い。あ、いや、ちょっともうちょっと、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 よし、ゴリラやん。ん、あ、そっちだ、そこだ。はい、ゴリラやね。むしろ光沢があるほどもツルツルだよね。そうだね、飾るバスタオルだと思います。吸わないやつ、吸わないやつ、ね、かわいいけど、こんな感じです。すんごい大きいです。ちょっとスライドします。じゃあ右に行ってくれ。こっちが左側です。 RJ さんと、RM、 RM さんとジミンさんかな。ジミンと上がジンさんと、なんで下が V さんです。で、シュガーさん、シュガーさんで、下がジョングクさんで、J-Hawkさんです。で、こんな感じで、これは全員がなんか色分けして区分けされてるみたいな、全員の。寝そべってる。そう。さっきの人形かな？さっきのっていつ紹介するかわかんないけど。で、裏地は真っ白です。タグがあります。あります。まあ、何度も言うけど、吸わないです。ポリエステル 100% です。だから、飾る用か、なんか布団の上に敷いて、みたいな。そう。感じかな。カバーみたいな感じ。かな。じゃあ、以上が、まず1枚目かな。はい、1枚目。じゃあ2枚目出して、じゃあ2枚目いきます。違う、ん、違う、どっち、あれ、嘘、あれ、違う柄、違う柄もない。2種でした。で、こちらが別バージョン、全2種の別バージョンになります。こんな感じ で、あれ、ちょっと待って、名前どこでしょうか。よし、じゃあまた右へスライドしていきます。で、並びは一緒です。この RM さん、ジミンさん、 V さん、ジンさんで、下がいいか、ジョングクさんに、シガさん、ホープさんです。あ、いいんだよ、さっきと一緒だ、いいんだよ。そうだね。じゃあもうちょっと真ん中に。で、こんな感じで。ダイナマイトって真ん中に書いてあります。はい、書いてあります。さっきと違って色分けしてなくて全員が同じ、そのダイナマイトっていう、なんだろう、ロゴに、の前で遊んでるって感じなのかな、寝そべってるってかな、ロゴを大切にしてるみたいな絵柄になってます。もう一回いきます、じゃあ。こんな感じです。で、左にスライドしていきます。こんな感じです。結構絵柄は可愛いので。可愛いけど吸わない。吸わないです。ただこういうのはね、比較的取りやすいかな、まだ。人形に比べると。比較的だよ。調子に乗って。あの、攻略を見つければ。うん。お店にも。そう、よるけどね。加工制限が弱い、あれなんだっけ、そんなに厳しくなければ、押しで行った方がいいと思います。置き方にもよるか。そうだな。あの、棒みたいに乗っかってるけど、ちょっと広い棒みたいに乗っかってる場合はって感じだね。っていう感じのバスタオル2種でした。じゃあ、以上です。